まずい、完全に敵の車線に。Yeah.
球だぜ。甘く見るなよ。洛陽からだいぶ東に来たな。この辺りに力があるのか。私もはっきりとどこにあるかはわからないのだけれど、この近辺にあるというのは。この辺りは上州か。かつて清楚の都があり、多くの動乱が巻き起こった地だ。きっといろいろな史跡があるに違いない。なあシリュウ、せっかくだから史跡巡りでもしようぜ。落ち着けシハク。確か今徐州は刀剣殿が治めていたはず。まずは城へ行き。お、怪しい奴らめ、どこへ行く。さては、なんで俺たちが敵。考えている暇はなさそうだ。まずはこの場をしのぐぞ。嫌な予感がするぜ。ここで倒しといた方が良さそうだな。お前を。
だぜ。お待たせしました。け、増援か。なぜそれをか。趙雲殿、それに雷賓殿ではないか。再会を喜びたいが、今は敵を倒すのが先決。おお、劉備殿、このような再会は。関羽殿に、張飛殿も、皆さんに。ここに来る。
ましょう。劉備殿、今再びこうしてお会いできて感激の至りです。趙雲殿も来賓殿も賢秀そうで何より、まさかここで再会しようとは。実はいろいろありまして。それよりも劉備殿、さっきの奴らは何者なんです？あれは曹操殿の兵。先日曹操殿のご尊父がここ徐州で刀剣殿配下の者に撃たれた。その仇討ちをすべく攻め入ってきたのだ。ま、わからねえ話じゃねえがな。それで困った刀剣が兄者に救援を頼んで俺らがここに来たってわけだ。なるほど、劉備殿は刀剣殿を助けるためここへ。困っている人に頼られては断れぬ。まして我らは国や兵を持たぬ流浪の身。それを知っていても頼った刀剣殿のお心打ちを思えばなおさらだ。ちょっと、私はあなたたちを再会させるためにここへ来てもらったんじゃないのよ。そうであった、劉備殿。実は劉備様、劉備様、曹操の本隊が徐州城へ向けて進軍中との知らせが入りました。なんだと。劉備殿、急ぎ城へと向かいましょう。
動じるな。
みんな動揺し、
一旦引き。新
すでにかなりの数に城を囲まれているな。対してこちらは少数、正面から戦うのは愚策と言えましょう。ふっ、うだうだ考えたって仕方ねえ。将軍たちだっているんだ。俺たちが暴れりゃなんとかなら。まったくお人よしね。道賢には責められるだけの理由が。それを放っておかぬのが劉備殿の志だからだ。志？ああ、苦しむ者あらば己を顧みず手を差し伸べる。目に映るものを救いたいという志だ。いわゆる仁の志ってやつだな。仁。よし、行くぞ。必ずや徐州と東京。殿の親父さんをよくも。殿の到着前に城ごとぶっ潰してやるぜ。徐州城と刀剣殿を守り抜く。この城城を守る。要はあの彼が倒れたら負けなのよね。から見張ってるやつ。
刀剣様。まだ。
今よりこの身は鉄城の周囲に展開した曹操軍は引いた。皆の団結が